柴田町の住宅で男性が殺害された事件についてです。殺害された男性が以前住んでいた住宅で起きた火事の出火原因について、こぼれたガソリンが気化し線香の火が引火した可能性があることが分かりました。警察は火事と事件の関連を慎重に調べています。この事件は17日朝、柴田町西船場様の住宅の玄関先で、この家に住む村上隆一さんが殺害されているのが見つかったものです。村上さんは今年2月まで大河原町にある住宅で母と姉と3人で暮らしていましたが、火事で全焼しました。この火事の出火原因について、大河原町が先月の議会で、こぼれたガソリンが気化し線香の火が引火した可能性があると報告していたことが分かりました。次の日見たんです。消防団でも行ったんですけど、玄関先がひどく焼けてて、いろいろ報告聞くと、なんかガソリンが気化してそれが仏壇の線香に引火したっていうのはちょっと地上では考えられないんで、私の中ではどういうことが起きたのか想像しがたいことだったので、不思議な火事だなというふうには印象を受けてました。警察は現時点で事件との関連は確認されていないとして慎重に調べています。また警察は村上さんが玄関先で殺害された柴田町の住宅について現場検証を行っていますが、現時点で室内に目立って荒らされた形跡がないことが分かりました。